草の匂い夏を待ちわびて明日を迎えるまっすぐな目その瞳に見つめられたくて背伸びしたがむしゃらな僕の夏雨の匂い僕を追いかけて風に聞こえる垣根の奥その瞳に見せられた日から時の激しさを感じてる僕の鼓動水たまり飛び越えもう夏が来る夢明日見君が見えなくなる前に明日やめよう明日やろうはバカ野郎はドラマのセリフ曖昧に過ぎてく僕らの日々と未来の後悔だけは回避せよ誰かが僕を呼んだ振り返るな窓は「その両足は間違いなく」
一つ一つ組み立てよう。アップデートするのはゲームじゃなくて明日未来僕自身だ。今動き出してるその両足は間違いなく君の足だ。その心の奥潜めたやりたいことを今始めようよ。ありがとうございます。の後にいい具合に志麻さんの一発がはい、この番組はシンガーソングライターのマリコが素敵なゲストをお迎えして生放送の手作り感覚を満載でお送りさせていただくよインディーズ音楽バラエティ番組です。はい、この番組は素敵な歌はもちろんいろんなコーナーがありますので皆様でぜひぜひ楽しんでいただければいいなと思います。それでは本日のゲストを紹介しようと思います。めっちゃ元気。はい、大きくない割にはかぶるすいません、どうここの辺で大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。それでは私の隣からご紹介していこうと思います。さらぎあいりさんです。えい、さらぎあいりです。よろしくお願いします。えぇ、微妙な遠近法なんだけどいいのかな今日こんな感じ。遠近法ですか。だからさ、たぶん志麻さんがさここ行くのベースなんじゃあ移動しましょうか。いやそうなんです。なんか全てのバランスがここで補われるという前に続けてすいませんね。それでは次にその隣にいらっしゃいませ、木愛理さんのピアノのサポートで作曲家をされてます志麻雄介さんです。思いつき今の志麻雄介です。いらっしゃいませ。え、間違えた。私は初めてなんで、そういうのやめてください。あの怖い怖い、本当に怖い。緊張してる。やだもう。間違ってません。よかったです。そして、続けて、桃色シネマのボーカル、千代子さんです。千代子さん、はい。桃色シネマのボーカル、千代子です。そして、ギターの、高幸さん。はい、高幸です。はい。でいつもね、あのもう一人 MC の方がね毎回いらっしゃると思うんですけれども、今日はっていうか、なんか最近いないということでね。はい、出稼ぎ中、出張中って書いてあるんですけど、まあちょっとね、あ、出稼ぎ中、ね、いろいろね大変みたいでございますので、今日はというか今日から私、1月から3月の第3週火曜日のMC を担当させていただきます。マリコです。よろしくお願いします。今日初めてなのに一人で MC をしなきゃいけないというね、あのだいぶテンパっておりますので、こう、ね、皆様のお力を貸していただいて面白い番組できればいいなと思いますので、よろしくお願いします。声できるから大丈夫。はい、それではこの5組で今日はお送りしようと思いますが、5組あ、違う、5人でもうやばい、5人でね、よし頑張るぞ5人でお送りしようと思いますけれども、それではコーナーに参りたいと思います。そう、いきなりコーナー、早速あれ違いましたっけ、ライブ1位じゃない、あ、ライブですね。ライブか、はい、それではここでね、ライブをしていただこうと思います。ここで決める大丈夫ですかね。じゃあ、こちらから、はい、
はい、お願いしましょうかね。こちら行きましょう。はい、お願いいたします。じゃあ戻ってきた島さんはあっちに座ってます。それでは、アリさんが準備をしている間にいろいろちょっとね、ご紹介させていただこうと思いますが、番組のテーマ、そうですね、今日のテーマって何？今日のテーマ今日のテーマ何しようか、何かが間違うか、今日のテーマを、じゃあプレゼント紹介先、プレゼント紹介は、じゃあこのプレゼントっていうのはメールをしてくださった方にプレゼントですよね。ハッシュタグつけてつぶやいてくださった方に本日プレゼントするのはですね、こちらにあります。映るだろうか、映らないかもしれないですけれども、あ、ちょっと映ってるのかな、先日ね出演していただきました伊藤アルフさんのサイン入りポスター、そしてここにあります、ひとみリリーさんの CD、 それからこれはいつもプレゼントなのかな、クラムカルヘジアのステッカーね、よよよ、それとあとは今日はね、この後またちょっと面白いコーナーがあるんですけど、そのコーナーでね皆さんに書いていただいたスケッチブックをプレゼントに用意しておりますので、それからねあとは番組終了後にみんなで集合写真を撮るんですけど、そのねサイン入りチェキをプレゼントさせていただきますので、ぜひぜひ皆様どしどしメッセージをお待ちしておりますので、よろしくお願いします。よし、行きたぞそれでは後ほどそのハッシュタグ俺の方から出します。はい、わかりました、はい、ハッシュタグはねじゃあ後であるそうなので、それを見て見合ってください。それでは歌に行きましょうか。行きましょう。
ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、さらぎあいりさんでスターチス、スターチスでした。続いてもう一曲歌っていただきたいと思います。にゃ、ももいろシネマさんです。ご用意お願いします。バランス大丈夫でした？モニターの大丈夫でした？やばいやばい。あ、大丈夫、 BGM 流れてるから大丈夫そうですかね。はい、それではお願いいたします。追いかけても届かない。
コーヒー肉さんならどっちがどっちですか？え、どっちがどっちですか？盛り下げたい。はい、ありがとうございます。じゃあその音楽活動を始めたきっかけをちょっとよかったらお話してください。はい、どうぞ。もともと僕がやっていたバンドのボーカルが抜けてしまって、あら、で、当時のドラムの人が、ね、同じライブ先でいいボーカリストがいるよっていう話を聞きまして、で、一回カラオケでオーディションをやって、おぉオーディションいいねっていうことで、ジョーさんに入ってもらえた、勝ち残ってきたわけですね。ジョーさんに選ばれたんですね。すごいですね、いいですね。なるほど。それがじゃあ、このお二人で、二人で、で、最初はバンドだったんですか？そうですね、もう何年の付き合いになるの？6年、6年目、うん、6年目、5年目にして2人になって、それでも、はいはい、はい、2年になりました。そうなんですね。それは2人になっちゃったのはそこを掘り下げるの？そこ掘り下げる、そこを下がっていこうよ。そこを聞いてもいいかどうかを確認してから、あのちょっと目で訴えてみてください。いや、あの多分今日の放送で私たちのことを分かっていただいたら、はい、あ、なんで2人になったのかなって分かると思う。ああてか、なんかいつもの2人の感じじゃないですよね、まだ。そうですね。ちょっと私が緊張しちゃって。じゃあ、桃色シネマっていうバンドだったの最初？いや、違います。ではなくて、もうハニークレードルっていうっていう名前で、で2人でやり始めてから桃色クローバーじゃねえ、桃色シネマ。クローバー言うな。ガチマネラです。じゃあ、そのうち Z になる感じ。なんだよ。5人になったら絶対やばいって。あ、じゃあ募集してはいる、しないです。なるほど、なるほど、ありがとうございます。それからですね、今自分を構成する3大要素はっていうのをいつも聞いてるんですけど、どうですか、何かありますか？ありますか？なぜ3人だけ？1人3つ。そうですね、1人3つ。じゃあそれ4人全員に聞いてみよう。あ、4人全員。じゃあこっちからじゃあこういう感じ。みんな考える時間じゃないですか。はい、お願いします。いや、もうパッと出てきた感じ、うん、自分を構成する要素ですね。今の自分を表現するとしたら3つ、何か物に例えたら。普通は、まあ、バンドなので作曲、僕は作曲っていうのが
なんで3点。あとは、お刺身です。どう？ほとんどお刺身ばっかり食ってるので、大体お刺身。いいな。あとは、詰めて難しい。3つ目が本当なんだって。あ、3つ目なの。それちょっと難しい。あとは桃色シネマということで。うまくまとめました。リーダー。さすがリーダー。リーダー。千代子さんはどうですか。あなたが言っちゃったから。そうですね。じゃあ、あの、まあ、面白みがないんですけれども。読書に、恋に、お酒にということでいかがでしょうか。あ、いいですね。なんかいいですね。歌い手って感じですね。なんか本って何を読まれるんですか。本はあの小説も本も好きなんですけど、はい、ちょっと今はレコーディング期間に入っちゃってて、なかなか読む時間がないんですけど、はいはいはい、そうなんですね、でも大体3冊結構必要なんです。そんなにすごい読みますね。ゆっくりなので。どのくらい読まれるんですか。あ、でも月に3冊読み切らないです。電車乗ってる時にで、大体忘れちゃうんですよ。前回どこまで話が進んだのかとか、3冊読んで登場人物ぐちゃぐちゃな話。え、なんで、じゃあなんで1個ずつ読まないんですか。なんか頭の切り替え、頭が良くなるって言われたんですよ。あ、なるほど。じゃあその場面訓練というか、はい、もう兼ねて3冊同時に、やってみます。私も必要ないと思いますけど。あ、そういうこと言わないでください、ちょっと。あの、島さんはどうですか。まあね、そうですね、タリーズとセブンイレブンとドトールコーヒー。結構コーヒー率がじゃあ割と3分の2コーヒーですね。やっぱりこう1週間の3台を占めてます。あー、なんかちょっとなかなかね、スタバとかに行かないです。あー、そう、理由が知りたい。なんかね、なんか合わない。島さんみたいな人いっぱいいますよ。まあね、やっぱね、ドトールがね、リラックスできますね。何の話だ。あんまり違いが分かんない。なんか飲み比べてください。スターバックスは甘い感じがします。なんかその種類が多いじゃないですか、そういう甘い感じのもの。ドトールとかはコーヒーっていう感じ。胃が壊れそうです、コーヒーばっかり飲んでて。かわいい。大好きなんですね。でもじゃあ、なるほど、ね、じゃあ3分の2コーヒーということで、はい、それではアリさんはどうですか。何をやっぱりコーヒーでできますか。私コーヒーダメなんです。あ、そうなんですね。コーヒーめっちゃ甘いのじゃないと飲めない。わかります。コーヒーサバとかいっちゃうタイプですね。なんでわかります。いや、スタバで歌っちゃう感じ。あ、歌っちゃいましたね。歌っちゃいましたね。そうなんですね。歌っちゃいましたね。なんで、これ何の質問でしたっけ。自分を構成する3大要素をちょっと聞いてます。はい。もう3大要素ってさっきでも一生懸命みんなの質問で答え聞きながら考えたんですけど、もう全然最近自分の欲を満たしてないので、もうなんかこう足りてない部分しか思い浮かばなくて、睡眠、お酒、時間がすごく欲しくて。なるほど。そう、だからその足りてない要素、普段ならあるはずの要素が今全く見当たらないので、そんな感じ。とりあえず寝たい、お酒飲みたい。じゃあ今日はお酒飲んで寝ましょうかねって感じです。なるほど。なんかあんまり満たされてないということで。満たされてないですよ。満たされてない。3つも満たされない。全部満たされるようなものがないので、満たされてません。はい、じゃあ、はい、満たしちゃう次のコーナーで。満た、そうですね、満たしますか。じゃあね。お、それではね、じゃあ次のコーナーに行こうと思うんですけれども、あの、今回私がちょっと考えてきたコーナーがありまして、題して、お、ドクターマリコの最近撲滅カルテ。イエーイ。ありがとうございます。あ、なんか恥ずかしい、どうしよう。今回ですね、あの、皆さん歌手だったり、あの、作詞家、あの、ギタリストだったりするんですけれども、すいません、僕は入ってない。今の要素にどれも入ってない。心の中では作曲家って言ってました。すいません。はい、あの、皆さんね、そういうね、あの、
人の前に立つお仕事をされておりますので、記憶力、それから美的センス、そういうものがね必要不可欠かなと思います。そんなことで、皆さんにはそれぞれあのお題に沿ってイラストを描いてもらいます。そしてその描いてもらったイラストを私ドクターマリコが見させていただきまして、これ似てねえよ、ダメだよ、もうセンスねえよっていう人にはモノマネをしていただこうと思います。はい、大丈夫ですか？いいですか、よろしいですか、始めますよ。はい、はい、それでは大丈夫かな、いいですか、始めます。一回やってみれば多分分かるじゃない、一回やってみて、一回やってみる、そうですね、一回やってみましょう。何回もあるってことですね。確かに。そうですね、事前に皆さんにあの俺私はこれがめっちゃ得意に描けるっていうのを書いていただいてありますので、それを一つ引いて、これってさ、マリコちゃんは人に見せたりしない？それ見たらない、それだけです。すいません、台本ないから。そうですね。評価いただく方のね、見物みたいです。それじゃみんな一通り終わった後、最後に書いてもらうから、最後にやってもらうから。で、みんながダメ出しをして、そうそうそう。みんなに、最初みんなに対してダメ出しするわけでしょ、最後に帰ってくるからね。すげー楽しみ。わかりました。急にテンション下がったけど、大丈夫。そうしましょう。これでも1個、じゃあここで私が1個引くんで、で、なんか出たそのお題に対して、じゃあ全員でっていうことで、ですかね、はい、私も書きますので、うん、で、はい、みんなでドンって披露して、で、ここにいる皆さんで、じゃあこれがアカンというのを決めるということで。そうだね。あ、それか、マリコちゃんを基準にしようか。マリコちゃんより上か下か。で、マリコちゃんが一番下だったらアウトとか。みんながそれ。なるほど。基本上からマリコだから。わかりました。じゃあ私よりダメな人は、じゃあみんなモノマネってことで。すごいね。じゃあ、生きるがアウト。一個聞かせていただきます。じゃん。ここに映る。うわー、なんだこれ。一郎。一郎。一郎ね。一郎。ちなみに、何の一郎ですか。これを考えた人誰ですか。はい、ちゃん。一郎ですよね。一郎の説明をください。一郎はオリックスで活躍し、大リーグへ行かれた一郎選手でございます。で、よろしいわけですね。近所の一郎さんではないです。近所の一郎さんとかそういうのはいいですね。え、これめっちゃ難しいですか。これじゃ あ大丈夫です、そういうもんなんで。あ、声はね、切れてないの。大丈夫ですか。切れてないです。あ、テープで貼っちゃう、うん、イチロー。今、どこでしたっけ。目の前にあるよ。あ、ほんとやべぇ、スイングだ。イチロー、ただ、野球してないイチローだから。いや、あの理由は野球してるイチローってお題じゃないですよね。あ、まあイチロー、ただ野球してるとイチローってみんながわかるけど、普通の人書いちゃうとかなり特徴を捉えないよ。背番号いくつですか。あ、背番号、背番号もだから後ろ姿とかいいかもしれない。じゃあ背番号書いてある。制限時間を3分とします。3分短いかしら。じゃあその間、長いな、3分。長いですか。3分、じゃあ3分長い、2分ぐらい、2分で開始します。よい、スタート。じゃあ何しよう、この間でしょ、だから困るわけ。この間ね、じゃあね、はい、ハッシュタグ考えよう。あ、そうだ、ハッシュタグ考えよう。まだ出してなかった。なんかない。だってこの間マリコちゃんのドラッグ。え？かけるんですか。顔芸しながら。面白い。素晴らしい。さすが。
大丈夫かなこれ。いや大丈夫だと思うよ。ファンが減らなきゃいけない。大丈夫。いや増えると思うよこれ。だって今ね結構見てるんですよ。何ですかやめてください。見ないで見て、あ見て見ないで。どっちやち。ねえやばいどうしようこれ書けないんですけど。そっかその M ってマリコの M なの。あそうです。これ志麻さんが書いたってことは志麻さんかなり詳細に一郎が。そうですね。なんかだんだん涙目になってきたんだけど大丈夫か。どうしよう本当。あと何分あんの。やばい35秒しかない。ちょうどね、ちょうどトイメンにね、乾杯一番搾りっていうイチローのポスターが貼ってあるんですよ、ね、このお店。まさか。やばい。時間です。なりましたんで、それでは、もう終わりにしてください。いいですか。いや、大丈夫、順番に。あ、せーので出すのか。うん、せーのでドン。じゃあせーので、皆さん、ダメですよ、もうちょっと書かないでください、もうちょっと。皆さん、いいですか。いいですか、いいですか。あの、画面の向こうの皆さん、口に飲み物含まないようにしてください。ちゃんと飲み込んどいてください。そうですね、あの、ちょっと危険ですね。飲み込んどく。最初からすごい危険な感じです、イチロー。じゃあ、いいですか、皆さん。お題はイチローでした。いきますよ。せーの、ドン。え、ちょっと待って、ちょっと待って、これどうする？こう、ちょっと待って、すごい好きな人みたいになっちゃった。イチローがすごい、こんな感じ。イチローがすごい好きな人みたいになっちゃった。顔だけなら私の方が似てるよ。いや、いや、そこは、そこは、ちょっと、自慢するとか。なるほど、はい。大丈夫なの？じゃあなんか、ちょっとちゃんと特徴を捉えようと思って、私あの、イチローってこうやってやると思うんですけど、ここをちょっと書こうと思って努力してみました。番号は51だったと思うんですけど、確かっていうのだけちょっとなんか書きました。はい、アイリさん、どんな感じで書かれました。完全に書いてる途中だったんですけど、私なんか鼻筋が通ってて目がキリッとしててダンディーな感じのイメージだったから顔から書いてたんですけど、なんかこうちょっとこう書こうと思ってたら、まずフォームもわかんないし、どうやって書いたらいいかもわかんないって、こんななっちゃいました。はい。でも顔は似てると思います。それでは、大本命志麻さんの。大本命でも本当特徴を揃えて、ね、はい。一本足だと思うか。あ、はいはいはい、はい。足をね、上げるやつだね。振り子だと思う。そうそうそう。いや、間違えてますね。間違えてますね。はい。それはあの誰にでも当てはまりそうな気がする。でだいぶそのバットの感じがあの頭と同じような感じになってますけど、大丈夫ですかね、たちね。ね。なるほど、じゃあ大本命志麻さんはこんな感じでございます。そして、ジャコさん。なんかアニメみたいになってました。そうですね、なんかだいぶ。だいぶ美化されてるっていうか。メジャーとかに出てきたんですけど。難しいよ。何でも前の。すごい昔の漫画みたいになってた。でも上手いよ。そうですね、絵的には上手いんですけど、イチローだと答える人はいないかもしれないなっていう感じですかね。そして、たけしさん、鼻筋が通って、はい、でもうちょっと反対じゃないよ。鼻筋が通って、目がキリッとして、モンタージュみたいな。前が出てるから絶対反対じゃなくて、髭はでも反対じゃなくて、ちょっと交番に貼ってあるかもしれないね。ですね。そうですね。そう言われるとそうなんですね。でも、なんか分かんなくもないような気はします。うん、うん、その顔分野で言ったら、そのアイリさんとそのジョコさん、ここ3人がその顔分野だと思うんですけど、この中だったら一番似てるかなっていうと感じは、まあ、なきにしもあらず的な。いや、だから、マリコちゃんよりも上か下かを判断。そうですね、まあ、でもそれをじゃあ顔描いていいじゃん、うん、でも顔とかで
ではもう顔はもう私は描けないと思ったので、ちょっとその分かるだろうっていうことを。ってことは顔を基準にしない。ねえ。そうしたら顔しか描いてないじゃないですか。マリコ基準だから。そうそうか、マリコ基準でいいんだとすれば。特徴ですよ、ね。そうですね、そうですね、だと思うんですよ。やっぱその一般の人とかにこう見せた時に、うん、一郎でしょって言って分かってもらうかどうかでじゃあ判断するとして。うんうんうん、ってことは何？島さんこれクリア。じゃあ全部アウトじゃん。まさかの。私的には全部アウトかなと思います。そう。じゃあ一本目からすいません、全部アウトでーす。はい、順番でいきましょう。どっから？それでは。どちらから？それではじゃあ男性からいきましょうかね。あのまずなこの一郎を描こうなんて言い出してしまった島さんからじゃあ罰ゲームをお願いしてよろしいですか。はい。じゃあ佐藤和真さんのモノマネが見たいな。佐藤和真さんのモノマネ。もう長いですからね、付き合いしますよね。結構喋り方とかくっちゃがるじゃないですか。ではお願いします。はい、どうぞ。キサラギさん、そう今日おっぱいかすれてるよ。はい、はい、ありがとうございます。なんかある意味面白かった。私はそれが誰かわからないので全然何とも言えないんですけれども、頑張ったなっていうのが口の震えですごく伝わってきたので、ね、よしとします。頑張りをね、はい、頑張りをね、いましたね。はい、では高木さんよろしいですかね。何がお題、お題は一郎やったら、おー、一郎も人間ですから喋りますね。一郎無知ですよね。いや、結構番組出たりするバンバン喋る、ね、なんかじゃあお題を、あのモノマネ喋んなくてもモノマネだから動作でも、はい、狙って狙って寄って、じゃあ打ちますね。いきますよ。打ちますね。ありがとうございました。じゃあね、こんだけ考える時間がありましたので、次は千代子さん行きたいと思います。どうぞ。お題は、お題ですか？お題、あのお題とかないですからね、モノマネはご自身でお願いします。はい、でもじゃあ1週目なんでちょっとじゃあね、なんかやろうと思いますけど、お題どうしましょうか。お題、お題、じゃあマリコちゃんのモノマネ、えできますか。この短い間、この短い間に観察して。じゃあ私のモノマネをお願いします。いや、さっきの顔真似してもいいんですよ。世界とか見てないんですよ。じゃあなんか、じゃあ変顔をお願いします。変顔やるの？なんかミッキーとかできない？あ、悪い人できます。悪い人。はい。じゃあなんか聞いてください。街頭インタビュー。え？はい。なんか聞いてください。どういうことですか？何でもいいからなんか聞いてください。今日お昼何食べましたとかそういう。今日お昼何食べましたか？素晴らしい。ちょっと待って、完成度高すぎる。やばいよ。ありがとうございます。そうですよ。お昼何食べましたか。悪い人する人あります。なるほど、そうですね。あ、次もご飯食べますか。エフェクトいらないっすか。ちょっとじゃあそういうのをね、次の回からお願いします。いいですか皆さん。じゃあそれでは最後、アイリさんよろしいですか。お願いします。はい、フラッシー、フラッシー見たい。固まったの今。クナッシー、あ、お手本いますよ。やってお手本みたい。やったことないですよね。巻き込み時間。お手本お願いします。じゃあえ、僕です。クナッシーです。ありがとうございます。じゃあこれを踏まえてお願いします。アイリさん、ありがとうございます。え、一緒。え、だ
って私当てないのってことはさ、別に私はやめて、うん、全員アウトだから、うん、全員アウト、全員アウトって言って全員アウトっていうのは私は含むんですか。そう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 どうしよう目で疑いかけられる面白いな あれ、このキャラなかなか今まで見たことないから面白いよね。なんか泳いでいいおもちゃ見つけたなかなか面白いいいおもちゃ見つけちゃった。じゃあ、マリオをやります。おお。なった、撮ったよこれ。座ってるみたいだけどよかったそう、どうしよう、行きますよ。トタンタンタタンタン、ありがとうございます。はい、それじゃあ第2回目をやろうと思いますけどいいですか。はい、これ何回できるかちょっと分かんないですけど、次じゃあこれ面白い、なかなか面白いね。本当ですか。じゃあよかった、アリさん、じゃあ弾いてもらってもよろしいですかね。ここ大事ですよ、ここ。そうですよ、ここ大事です。はい。はい。はい。袋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 っていう、これは誰が考えたんですかね。あ、ありがとうございます。ヨコさんが、じゃあ、素敵な袋を描いてください。袋って、ちなみに動物がいい。ヨコさん、じゃあ来て。袋、じゃあよろしいですかね。いきますよ、用意スタート。袋とミミズクって違うんですよね。わかんないわかんないわかんない。ミミズクっていう、あれがついてたらどっちか。あれがついてたら、あれがついてたらオスだと思います。あれがあ、そうじゃなくて、そうじゃなかった。どうしたんですか、エリさん。今日からそういうキャラです。やめてください。せめてワンマン終わって感じ。終わったらいいんだ。終わったらいいんだ。お湯しが出た。5月の1日でしたね。そうなんですよ。ワンマンがあるということで。ワンマンライブ。どうですか？ホール、初めてのホールということですけど。いっぱいいっぱいで病んでますね。あ、だからさっきも満たされてないということでしたけども。あの、じゃあワンマンが終わったらはっちゃけられるみたいなことですかね。はっちゃけたい。なるほど。どうですか、あのお客さんは満杯そうですか。いや、満杯は行きたいんですけどね、はい、行きたいんですけど、でもこの間ようやく3桁におー、すごい、ね、もうちょっとじゃないですか。もうちょっと、もうちょっとが長いんですけどね。150人を目標にやってたので、やっと。でも、あれですよ、今日見てる人が全員買ったら行っちゃいますよ。行っちゃいますね。皆さん、郵送を受けたまっております。はい、ぜひぜひ。通販課です。通販課です。ご予約もバシバシ受け付けておりますので。ん？何今、助けの目をこっちに向けたけど。いや、そんなことないです。あ、怪しいよね、今日のマリコちゃん。助けもなんか振られると弱い、もしかして。そう、別に別もう完全にカミカミだもんね。そんなことないっすよ、全然。マイペースでやってるうちはすごいいいんだけどさ。え、なんか自分のペースに出されると。え面白いおもちゃだな。面白いな。あと30秒ぐらいです。なんかもう終わったけど、これ全然袋じゃない、どうしよう。俺の世代だと、あの星の子チョビンの地震かなっていうのは。手ってどういう風になってるんですかね。手っていうか足っていうか、それは足。手はどんな感じですかね。手って羽足ですか。手じゃないの。羽手はないか。え、っていうかそれカリメロ。またなりました。はい、それでは皆さん終了となりましたけど、大丈夫ですかね。
アーティストが描くフクロウとは。そうですね、はい、いきますよ、せーの、ドン。やばい、すごい、すごい、かわいい、すごい、すごい、おー、うまい、ほんとだ、なるほど、なるほど。あ、もうあれですね、あの、つよこさんはフクロウって言った感じですごいこう、おしゃれなフクロウ、アーティスティックな、アーティスティックですね、すごいですね。ちょっと上に上げてもらえる、マイクとかぶさせる、お、すごい、すごいよね、これはいいですね、素敵なフクロウですね。これ男子チームと女子チームで大きく分かれてる。確かにこうやってドアップにすると、ね、ドロンジョ様みたいな。確かに、壁みたいな。おぉ、誰フクロウさん、懐かしい。これ私フクロウではないような感じが、なんか目が怖いんだけど、目が怖い、チラ見して、アイリさんのチラ見して、パクリ、パクリたの、かなり喜ぶ感じでした。そう、ちょっとチラ見したんですけど、うまくいかなかったので。北太郎に出てきそうだよ。違う違う、目のとこももうちょっとカンニングすればって。そうですね、いや、なんか妖怪っぽい感じがする、チラッと、チラッと田舎にいそうな感じ、チラッとカンニングだったんで、ちょっとあんまりカンニングしきれなかったところがあるんですけど、じゃあこれを基準に一つ一つは隣にこうやって置いていけば分かる。あー、いいね。ちょっとパクった感がちょっと、これ、愛理ちゃんの勝ちだよ、イエーイ。ここは言う必要ない。なんでパンチパーマみたいになってるの。あー、そうですね、いや、芸術的なフクロウですね、いいですね、それは欲しい、欲しいですね。これなんかめっちゃ汗かいてるように見えるのよ。男性陣やばいっすね、これ毛の表現なんですけど、雪男みたいな、これなんか溶けてる表現。それでは、雨なのに言い訳はその辺で、よろしいですね。じゃあ、あの、男性の二方、モノマネをお願いしてよろしいですか。それでは、先ほどは島さんからね、なので、じゃあ、ガキさんからお願いしてよろしいですか。これあれね、罰ゲームでもネタがいっぱい持ってれば全然、そうですね、全然苦ではないですね。あの、最初は苦いお茶を飲もうっていうのを私はちょっと提案させていただいたんですけど、ちょっとその最近撲滅っていうことで、それを飲んでよくなってくださいみたいな、そうです、そうです、っていうことにしようと思ったんですけど、やっぱ皆さん歌を歌われる方なので、まあ、それは飲んじゃうと歌に支障が出るかもしれないねってことで、じゃあモノマネでっていうことになったんですけど、あの、これ注文していいですか。注文していいですか。あの、相方のモノマネが見たい。よく言うなんか言葉だったりとか癖だったりとか、うん、なんでもいい、モノマネだったらなんでもいい。変なこと言わないでね、変なことしないで。こんなことよく言うでも全然。ああ、暴露モノマネやめてください、煽んないで。将来言ったら、そうよ、あなた来週のライブの集客に関わってくるわよ。逆にそれ見たくて、うん、それは MC に挟むとかね。チョコさんのモノマネでいいですか。どうぞどうぞ、見たいです。タカちゃん、チヨコホちゃん、行ったことないし。面白い、ほら、やっと二人の関係が少し垣間見えてる。あ、でもさっきもあのリハーサルの時にタカちゃん今日楽しいねって言ってて、すっごい仲いいんだなとはちょっと思いました。はい、すごい仲良さそうだなって。半分回ってないよ、やめてよ、違うよ。かわいい、なんか、なんだろう、いいな、そういうの。今日は、ね、ね、清子さんのものまね。なるほど、あの、2だからね。そういう流れですか。そうか、気がしてください。うーん、やめてください。あれ、キサラギアイラ、怪我しない感じなの、ここ。だって、桃色さんなんだよね。あれ、柴田さんは桃色を。じゃあ、どっちがいい、どっちでいい、どうぞどうぞ、寂しがってますよ、がってないです、全然がってないです。
あのちょっと今日のリハの時に千代子さんがのボーカルの位置に立って田崎さんがその後ろにこういたんですで、ちょっと千代子さんはそっちどいてくださいって田崎さんが言った時の反応です。え、田崎さんがそっちにどけばいいでしょ。いや、さ、みんなさ、恥ずかしさ私におっしゃってるでしょ。結構なんか、あの千代子さんの罰ゲームみたいになっちゃったんですけど、お前も今の出稼ぎ中の北野さんからコメントが入りました。はい、嫌なことは嫌って言っていいですよ。そうですね、あのなんか冷静、ま、冷静に。じゃあ次で最後ぐらいかな。もうじゃあ、まあうね、あともう1回ぐらいできそうなんですけどね。じゃあもう1回だけ、次の A 次第です。了解です。じゃあ恥ずかしめにあった千代子さん、じゃあこれをちょっと聞いていただいてよろしいですか。はい、あ、ピンカーベル。はい、ありがとうございます。これはまた難しいやつがね、来ましたね。これはあれです、来週の MC の秋山彩香ちゃんが今日そこに見に来てるんですけど、ちょっと来なさい。上から、やっぱり上からまで。はい、ここに座っていいよ。そっちなの？あ、そこ？じゃあ、いやいや、どっちもいいよ。じゃあそこ座ってください。入れ替わってもいいよ。ここ、あ、ありがとうございます。はい、失礼します。あのですね、この第4週目はチャレンジ MC というやつですね。で、あの毎月その MC も変わるということで、来週は最初で最後みたいな感じですよね。だいぶ緊張すると思いますけど、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます。それであのですね、じゃあそれ1枚めくってもらって、それに書いてもらってもらって、ね、はい、ティンカーベルっていうのをね、あの書いていただいたんですけど、モノマネさせられるわけ。いや、うまく書けばいいんですよ。そう、うまく書けば大丈夫ですけど、はい、じゃあ、まあ、最後の問題は5人でやりましょうかね。はい、いいですか。はい、ティンカーベルって何言ってるのか、ね、そうですね、想像して食べ物かもしれない。あれ結構甘いんですよ。ティンカーベルって甘いんですか。甘いです。生クリームがあるのかないのかあります。いちごは乗ってるの？あ、北の方は乗ってますよね。悪い大人だな。悪い大人には見えないんだぞ、ティンカーベル。じゃあなんで南の方はみかんが乗ってるか。みかん南の方はそういう風習はないかもしれない。スタートさせていただきます。スタート。まあ、なんか、バービー人形的な。え、じゃない、志麻さんの窓ガセが始まった。ちょっとカタカナだから、あのに日本のものではないかもしれない。そうですよね。結構激しいスポーツかもしれない。なんかそんな雪のところ多いかな。そうそうそう、クワクワーとかって早くこうスピードとか。ウィンタースポーツなんですね。のような気もするなと思う。オリンピック競技にはなってなかったかな。まあ、東京オリンピックにも入ってない。はい。一応菊池桃子の歌の中にあるよ、ティンカーベル。違う。なにボブスレーとどっちが難しいの？いやどうじゃ、あ、でもボブスレーよりも簡単かもしれない。簡単なんだ。あの子供でもできそう、できそう、できるスポー。結構音色のいいベルって言ってました。いい音がするベルって。何ヘルツぐらい。何ヘルツ。あ、でもあれモスリンさんが持ってた、いっぱい。あれ見た記憶ないんだけど。花笛の次はティンカーベル。ティンカーベルやりますって。てか学生の頃やってたんじゃない。あ、そうかもしんない。全員映ってる人一言も喋ってない。最後までちょっと真面目にね、皆さん書かれてますよ。もうこれ以上ボケれないんですけど、どうすればあと1分、あと1分15秒あります。1分もあんの。どんどんボケてください。パンツ見えちゃう。パンツがめっちゃ見えちゃう。
見えてる。あのそういうサービスであの点数を加算しようっていうのはやめてください。ティンカーベルはパンツが見えてる。ティンカーベルパンツ見えても大丈夫なの？あ、なるほど。見えていいパンツ履いてる。でもワカメちゃんパンツじゃなくてあれおむつじゃない？え、ワカメちゃん小学校4年生くらいじゃないですか？え、大丈夫ですかね。ちょっとそれはそれですごい心配な感じ。そっか、あれイクラちゃんか。そっか、そうだよ。モノマネされる方も罰ゲームの方が罰ゲーム。本当ですよ。てかあの中吾さん巻き込み事故。もうやだ。すごいタイムラインがえらいことになる。巻き込み。でもさっきのさっきのあれ袋千代子さんに1票というか、うん、ありがとうございます。あれはでも本当すごいおしゃれでしたよね。ありがとうございます。 T シャツとかになりそうな感じ。 あ、なりました。はい、終わりです、終わりです、皆さん終わりです、終わりです、終わり。いいですか皆さん。それでは発表させていただきたいと思いますよ。いいですか、せーの、ドン。おお、悪魔が一人いる。悪魔が一人混ざってる。悪魔が一人いる。妖精の中に悪魔が一人。これ勝ったでしょ、これは。あれさ、それはまずいだろ。先輩たちが出てきた。顔出しなるほど、でもあれですね、本当あの千代子さんすごいですね、絵がすごく上手ですね。いいですね、これはあのこの今回描いてもらった絵はあのお客さんの、ね、プレゼントにもなるっていうことだったんですけど、しょうこさんの絵はもらったら嬉しいかなっていう、ね、感じですね。ただ、しまさんのそのティンカーベルはティンカーベルというね、だいぶその頃からそうそうだいぶ飾ったら呪われそうな感じですけど、ね、結構なんかのっぺりしてる感じ。なんかだいぶビール飲んだ感じのお腹をしてますけど、これは誠実はどちらでしょうか。このキュートな目を見てくれる。女の子でしょ。羽4枚ないでしたっけ。羽って2枚ぐらいですか。ティンカーベル4枚。ティンカーベルに羽がない人もいるんだ。正解がそこにある。そこに正解が。確かに羽がない。羽あるよ。羽羽はある。羽は2枚あるよ。ちょっと羽2枚か。羽がない。そうか、昆虫か。まあでもちょっとまあその特徴的には髪の毛がポニーテール的な一つ縛りな感じになってて、羽があってスカートを履いてて、これ羽と。俺でも彩香ちゃんなんか普通のスケートフィギュアスケートの子みたいな。そうですね、ちょっとなんかやっぱそのパンツのこと。正解。あ、パンツ隠したのそれ。頑張って隠しました。リンクの妖精かもしれないですけど。じゃあちょっと正解のやつを持ってるくせにっていう感じで、じゃあダメ。アウト。アウト。厳しいの。じゃあまあ女性陣はこちらの2人は大丈夫そうな感じがするんですけど、どうですか。そうですね、ね、良さそうですよね。じゃあこれ顔がないです。だってシルエットなの。でもこれはもうちゃんと映画見てたんだろうなっていう感じのね、あれですよね、こうちゃんとね。ただちょっとなんか嫌なことあった感じがするよ。なんかこう握りしめてクソーみたいな。確かにこれはちょっとなんかこの魔法は絶対なんか念の困った感じ。そう絶対許さねえみたいな感じはちょっとありますけど、まあ、じゃあこの二人はよしとしましょう。それではね、この男性陣と来週の MC の彩香ちゃん。でもあれまあまあじゃん。まあまあじゃん。これいいじゃん。金が近い。今日一番頑張ったんです。うん、まあまあじゃん。じゃあ、それまあ確かにこれと一緒にされるのはちょっとかわいそう。足があれ、飛んでるからこう見えてないか。確かに。足じゃダメだ。あれダメだ。ダメらしい。なんかジオングみたいなと足がない。じゃあいいってこと言いましょう。それでは。あ、いいんだ。お、よかった。じゃあ島さんの罰ゲームを。これのモノマネみたい。これやばくない？これが喋ったら。いいか。確かに。
こんばんは、インカーベルです。よろしくお願いします。いや、帰ってくださいって言って多分張り倒されますね。怖い怖いですね。ちょっとなんかもう夢に出そうなんて。じゃあもうちょっとやめてくださいありがとうございます。だいぶちょっと面白かったです。そしたらじゃあ彩香ちゃんの罰ゲーム、なんかティンカーベルと喋ったら、これがで喋ったら、じゃあそのスケートの娘の、じゃあスケートの娘喋っちゃったどうしようかな。いつからこの番組いつからこの番組やばい、私が怖くしたんだ、あかんわ。いきます。こんにちは、ティンカーベルだよ。かわいい、かわいい、かわいい。じゃあ来週そっからスタートにしよう。そこで入る感じ。いいですね。じゃあそういうことで、はい、来週もお願いします。はい、気にしててください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ彩香ちゃんでした。ありがとう彩香ちゃん、ごめんね急に呼んで、はい、ありがとう、はい、それではね、だいぶ苦痛だったと思いますが、ここでね、マリココーナー終わりにしようと思います。ありがとうございました。それではね、次はお歌のコーナーといきます。先ほどはアリちゃんからだったので、じゃあ次は桃色シネマさんから歌っていただいてよろしいですか。それではお二人の準備をお願いいたします。2曲、はい、お願いします。いやちょっとだいぶ汗がかいたな。ちょっとこの後に歌って難しいかもしれない。そうですね、この後に歌ってやっぱちょっとなんかパワーがいりますけど、出ると、こう散々笑った後に歌うから、どんどん声出なくなって、わかりますそれ、ですよね、カスカスになっちゃう。あー、そうだね、前の MC も喋り倒して最後歌うから声出ないって文句言われたことある。だからお茶でもよかったのか。どうせなのね、どうせ声出ないんだったらね、どうせなのか、レモン 100% のなんか酸っぱいやつとか。あ、でもなんかまあ冬は酸っぱいのいいかもしれない、ね、そういうのがまあ体にもいいし、それがいいかなと思ったんですけど、じゃあ次回はちょっとそれも用意させていただいて、じゃあモノマネとどっちか好きな方選んでもらうっていうのでいいですかね。選ぶのはありなの。じゃあそういうこともさせていただきます。次は来月もまたこれやらせていただきますので、ちょっとね、なんかこう書いてほしい、なんかこうイラストのその題があったりする方はね、はい、お題がある方はぜひそれもね。あ、じゃあお題はじゃあ来月まで募集します。はい、募集しますので、ぜひぜひお願いします。それでは準備ができたようなので、歌に行こうと思います。シナリオ
私の手離すことなのでしょう。おかしいでしょう。まるで筋書き通り滑ったあなたの望んだことよ。夢なら覚めないで、あと少しだけ。あなたのぬく
体温がこうね、ふーってなってこうなります。頭の中がこう、わかります、ね、なんかこう、ほんとすごい、なんでそんなに歌うまいやろっていう感じです。もう教えてほしい、でもないどうぞ、はい、お帰りください。どうもありがとうございました。続いて、寺木愛理さんに準備をいただきたいと思います。今日は私が初 MC ということで、とっても至らない放送ではありますが、言ってないことがすごくたくさんあるような気がします、思い出したらでいい、全然面白いんで大丈夫です。今日思い出した、すぐ準備ができそうなので、それではまた言えずですが それでは歌っていただこうと思います。白い記憶。寄り添って眺めているかな。
いいコメントがいっぱい入ってますよ。ねえ、本当に あのもっともっといいコメント待ってます。欲しがる。わあ、本当だ。あ、今日の服めっちゃ似合ってる。ありがとうございます。そういうとこ？そこみたいな。本当ね、そういうとこ見習わなければいけないとこですよね。もう髪切ろうがないでしょ、気づかないからああ気づけよってことか。だから今日なるだけ、あ、今日ストレートだって言ったのも一生懸命頑張ったんですよ。なるほど、すごい。変化に気づく。でも土曜日もそうだったかもしれないぜひ生で聞いてください。本当に2人とも歌がすごい素敵だったのでね、すごいもうコメントにいいわいいわっていうのがいっぱい来てて、そのね、一番最後歌わせていただくのはもうだいぶ緊張ですけれども、今日はこれでね、歌は最後になります。それでは一曲聴いていただこうと思います。マリコでよいしょ。まあ、それは小さいからですか、それとも何ですか、それは妖精になっちゃった。妖精になっ、本当ですか。ちょっとはでも私あの羽4つなんで昆虫かもしれないです。大丈夫そうですかね、大丈夫ですかね。ダメですね。あ、ダメですね。じゃあ私は今日は歌わない方がいいですかね。あ、眩しいですね。すごい眩しいですね。ありがとうございます。すごいこれは溶けそうな眩しいですけど。それでは最後お送りします。星の瞳。田んぼのあぜ見
ぐしょぐしょになってるんですよ。ちょっと気をつけます。バチバチいっちゃう。そうそうそう。はい、じゃあ
最後にね、改めて活動紹介、お知らせ等させていただきたいと思うんですけれども、木更木愛理さんから紹介お願いします。はい、木更木愛理2月に大きなライブを控えておりまして、はい、ポスタードーン、ポスタードーン、ポスタードーン、勝手に言うどっかではどちら様これね、七五三の写真いやいやいや、ちょっとなんか渋い私なんですけど、もう一つドーン、はい、ソファーにケダルク、どうしたらこんな感じ、あ、はい、これはあれなんです、この初めてホールワンマンライブをやらせていただくんですが、そのテーマが先ほど最後に歌った見えない未来という曲をテーマにしておりまして、なんでちょっとね見えないよって感じ、明日見えないよみたいな感じのこう夜寝る前とかっておセンチになっちゃったりするじゃないですか。そんな雰囲気を醸し出そうとしたんですけど、ちょっとなんか怪しい雰囲気になってしまって、みんなからなんかちょっと大人の色気をね売りにしたいのかって突っ込まれたんですけど、いや そのツッコミならいいんだけど、うん、なんか子供ダダッコがなんかお姉ちゃんの化粧品を使ってお姉ちゃんに怒られたアホって感じです、本当に、うん、何私の使ってんのよってだってまあでもちょっと思いふけってる感じですね、どっちかというと、まあ、そうですね。じゃあポスターの方は、ポスターの方もこれ鏡持ってるんですけど、鏡鏡は本当は持ってるんです。あの黒、ちょっと黒多くなってるところが鏡なんですね。だお姉ちゃんの化粧品やばい、繋がった繋がった、それもちょっと鏡越しに自分の未来を見ようと思ったけど的な感じの雰囲気で撮っております。なるほど、そんな意味でポスターの話はそれくらいでいいんですが、内容です、大事なのは。はい、初めてのホールワンマンライブ、月島社会教育会館で2月1日土曜日にやらせていただきます。真島さんはもちろん大きなグランドピアノを弾くんですけれども、そこに先ほどモノマネで登場したギタリストの佐藤和真さんそして、ベースパーカッションバイオリンと豪華なメンバーで、豪華ですね、パーカッションなんですね、パーカッションドラムではないんですけど、パーカッションで、いろいろ小物とかも使って私の曲の世界を表現していただいておりますので、絶対来て損はないライブだと思いますので、ぜひぜひ2月1日火曜日の5時から、6時から6時から、そうです、5時は会場で、6時開演となっております。2時間ちょっとのライブになりますので、ぜひ、この時間を月島に遊びに来ていただけたらなと思います。帰りはもんじゃ食べてるんですかね。ぜひぜひもんじゃをね食べて、行きでも帰りでもどっちでもいいです。なんかリハの時もんじゃ食べて帰った、食べりました、打ち合わせの時に、あ、打ち合わせの時もんじゃストリートに行ってきたんですけど、すごい会場からすぐ近くだったんで、きっと皆さん迷わずに行けると思うので、もんじゃを食べてお腹を満たしてきたら寝ちゃいそうな予感もちょっとあるかもしれないからまあいいです、お好きなように。なのでぜひこちらチケット発売中です、2500円2500円で発売中です、はい、ご予約も受け止まっております、はい、あとその他2月はライブが3回あるんですけれども、2月16日日曜日ミーヤンカフェさん、2月18日西新宿ナビカフェさん、ちなみにここ私25歳最後のライブになります。そして26歳最初のライブは、22日土曜日下北沢シードシップに昼間出させていただきますので、ぜひこちらもよろしくお願いします。とにかくツイッターやアメブロ見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは続いて桃色シネマさんお願いします。はい、はい、じゃあ今日は長い時間お付き合いいただいてありがとうございます。私たち桃色シネマもですね、ワンマンではないんですけれども大きいイベントを控えておりまして、はい、3月29日真昼の月夜の太陽というところで、あ、カモタクさん真昼の月、あ、タクちゃんも、はい、はい、3月29日真昼の月夜の太陽というライブハウスで、3年目活動3年目にして、初ツーマンをやらせていただきます。もちろん志麻さんも参加します。そしてそもちろんあれですか、桃色シネマとして参加する、桃色シネマとして
参加します。はい、そしてさらにオープニングアクトに如月愛理さんを迎えてオープニングアクトやらせていただきます。よろしくお願いします。多分トータル僕が一番出てます。実はね、島さんのワンマン島さんは2月3月と続いて大変だと思うんですけれども、私たちがね、その苦労をねぎらいながら、はゆくんがなんか素敵なことをしてくれると思うので、まあ、楽しみに。何でも思いますね。何でも。ね、皆さん覚えておいてください。で、あ、楽しみだね。で、この日なんですけど。あ、そう、この日。なぁ、仲良し、この日。この日なんと。じゃじゃん。今一番見えた一瞬。違う。はい。はい。この日は桃色シネマサードミニアルバムロードショーの発売となっております。ここは実はぜひぜひ大きい私たちにとってはとってもとってもとっても大きい挑戦になります。たくさんの方に応援いただけたら嬉しいです。チケットもね、販売開始いたしました。ご予約もお待ちしてます。これからよろしくお願いします。あともう少し告知してもいいですか？どうぞどうぞ。あとですね、直近のライブもおすすめです。はい、今月、あともう一本ライブがあります。1月25日土曜日に下北沢のシードシップという箱で初めて出演させていただくんですけれども、素敵な出演者さんにね囲まれまして PSI という素敵なイベントに出演させていただきます。 そして2月来月のね、来月まだライブ決まってるんですけれども、一番ピックアップがこちら2月23日日曜日、私たちがねお世話になってる浅草のクラウッドというホームのライブハウスでライブをやらせていただきます。この日はバンドライブになりますので、よければぜひぜひまた人違った桃色シネマを見ていただけたらと思います。はい、なんか喋んなよ。もう一通り告知全部してくれた。今日で、ね、終わり。彼もこう言ってるのでお願いします。さっきも歌う前にレコーディングがって言ってましたけど、じゃあそのレコーディングのことだったんですね。そうですね。今レコーディングなおですか？なおですね。もうじゃあ結構大変ですね。冷や汗だよね。じゃあもういい曲をレコーディングしてもらって、はい、3月の29、はい、皆さん開けといてください。お願いします。そして2月1日開けといてください。お願いします。そしてそんな開けといてほしいライブが私もございます。ドゥドゥルー。なんとですね、私も4月20日にワンマンライブがあります。はい、ですね、4月20日、今回昼夜公演でさせていただきます。場所は渋谷のジージというところで、2年前にもねワンマンライブさせていただいたところなんですけれども、今回というか私、舞台女優もさせていただいていまして、今回は2時間の公演で途中に演劇も入れて、こうちょっとね、笑いあり涙ありな、こうもう絶対寝かせないようなイベントにしようと思っておりますので、ぜひぜひ遊びに来てほしいと思います。20日日曜日昼夜、チケットは2500円、多分まだ作ってないけどです。昼夜なのでぜひぜひ来れる方に来てくれればいいなと思います。よろしくお願いします。そして昼夜っていうのは、はい、公演内容と当然変わる。そうですね、とは思うんですが、はい、変わります。いや、そうですね、両方来てくれたらとっても嬉しい。あ、そう、両方来てくれた方にはその3000円相当の、プレゼントがつきます。3000円相当、はい、じゃあ両方行った方がお得ない？そうですね、だいぶだいぶお得ですよ。来てほしいです、ぜひ。3000円相当が相当、そう、内容としましてはこの本番の舞台の台本にサインを入れたものと、その本番を歌ったセットリストの歌詞等が入ったその本を作ってお渡ししちゃうので、ぜひ昼夜でお願いします。昼夜5000円お願いします。はい、で近々のライブはですね、これですね、ドドン。はい、
ライブ、今年はここチャイナスクエアお世話になっております、今週もね、金曜日1月24日にここでライブあります。今日もチケットありますよ、お願いします。で、チケットなくてもね、皆さん見てくださってる方々、ぜひマリコ見に来ましたって言って来てくれるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。そしてね、来週、再来週と再来週、再来週なっております。2月9日もまたここチャイナスクエア日曜日ですね、決まっております。よかったらぜひぜひ遊びにいらしてください。お願いします。イエーイ。はい、ということでじゃあね、見てくださった皆さんは2月の1日、それから3月の29、そして4月20日もうちょっとスケジュール帳にね書いてくれるとね、嬉しいですね。はい、はい、そんな感じで、じゃあ次は何ぞやプレゼント抽選、はい、行きましょうかね。番組の最初の方で紹介させていただいたんですけど、こちら今回のプレゼントは伊藤アルフさんのサイン入りポスターですね。そしてじゃあ瞳リリーさんの CD、 それからこちらのアルヘジアステッカー、はい、そして今日は皆さんにね、フライヤーにサインを書いていただきまして、そのフライヤーもプレゼントさせていただきたいと思います。それから今日だいぶね苦戦しました、あれをプレゼントさせていただこうと思います。あれはある意味美味しい。あれ美味しいですか？欲しいみたいです。なんかまあね、はいはい、だいぶ私たちとしては恥ずかしいですけれども、まあ、もらった方は大切にねしてくれたら嬉しいなと思います。そのなんかじゃあね、あとでちょっとサインとか書いてね、なんかこうね、プレゼントの感じにしておきますので、魔物は欲しい欲しいですね、ま、魔よけになるよ、魔よけになるよ。かわいそう。私はいらないですいくらいくらいくらしまっても出てくるみたいな、はい、ということで、あともう一個、皆さんで最後ね、集合写真を撮りまして、そこにサインを入れたものを席をねプレゼントしようと思います。その 1,2,3,4,5,6 点、今日いっぱいプレゼントあるね。そのじゃあね、ちょっとなんだろう、なんか引くのかな。じゃあ名前をこれを引こうと思います。じゃあ私から。え、1枚だよ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 。すごいですね、これ。あ、全部1人の方が当たるんですか？これも独り占め。全部石で、全部です。これも千代子さん、バラバラにすると不公平になっちゃうから。なんで俺悪魔なんだよって感じ。いや、悪魔やだ。悪魔も天使も一緒に行きます。じゃあ、これ今回初めて。じゃあそうですね、じゃあ千代子ちゃん、千代子ちゃんです、すいません、千代子さんに見てもらおうと思います。はい、何が出るかな。ズズ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 、ちょっと変えた。はい、ありがとうございます。あ、ダダン、かすみさんです。いつもありがとうございます。今日もたくさんコメントいただいてます。はい、じゃあかすみさんにこれが、かすみさんにこれが届きます。はい、ということで次のコーナーは視聴者アカウント紹介ということですけど、ありがとうございます。はい、はい、じゃあこれを今日見ていただいてコメント入れてくださった方のアカウントが全部入ってますんで、はい、みんなでそれを引いて挨拶で。で蓋開けたらこう蓋の意味ですよね。いや、バーッとこうバーッとね、じゃあみんなにこれをじゃあ適当にじゃあ読んじゃってください。じゃあぜひ名前を読んでください。お願いします。はい、じゃあここ置いとくんで。はい、いきますよ。じゃあこっちから順番にじゃあ言っていきましょうかね。はい、魔王さん。魔王さん、ありがとうございます。おあ、どんどんじゃあ会いましたね。すんじさん。あ、こうやって見せる感じで。ありがとうございます。はい、次がのったさん。ありがとうございます。当たりじゃないですか。コーヒーディクさん、ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。
TK 高博さん。博士太郎さん。次が細健さん、現地ご観覧ありがとうございました。加藤さん、ありがとうございます。はい、ゆきさん、ありがとうございます。板野よしのりさん、加藤さん、番組に皆さんよく来てください。出稼ぎ中にさっきコメント入れてた。確かにコメントアップ。屋根裏のミッキーさん、はい、当たった、はい、当たった、ありがとうございます。で、かぜにんさんで、かぜにんさん、うわぁ、ちょうとらさん、ありがとうございます。はい、スレイヤさん、ありがとうございます。パルフェジアさん、パルフェジアさん、マリパパさん、ヨッツさんで、これで音量調整します。もいちゃんさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。千秋さん、ありがとうございます。はい、なんか身に覚えがあります。島ゆうすけさん、はい、C&C さん、はい、秋山あやかさん、ひよこさん、ありがとうございます。ひろし山本さん、うちのサポートベースのもっさん、もっさん、ありがとう。もっさん、藤丸さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんて読むんだ、100ひよこひよメンバーでしょ。のえ、りゅう高いですね。ラクトンさん、ありがとうございます。唐揚げあいりさん、ありがとうございます。青いゴム通りさん、ありがとうございます。のごさんです。まいのさん、ありがとうございます。漫画の男さん。おー、はい、ありがとう。ありがとうございます。後藤智之さん、ありがとうございます。ありがとうございます。アンニョン、アンニョン、ポンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。吉岡さん、ありがとうございます。ありがとうございます。以上、以上ですかね。はい、今日もたくさんの人が見てくださいました。本当にどうもありがとうございます。それではここで番組の告知をさせていただきたいと思います。クラブパルヘジアはなんで棒読み、はい、クラブパルヘジア、パルクラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナースクエアにて配信しております。観覧は無料、イエーイ。ワンドリンク500円です。火曜の夜はぜひみんなで楽しい夜を過ごしましょう。パソコンでご覧の方はいいねボタン、いいねボタン、いいねボタン、いいねボタンでツイッターを押してください。チャンネル登録もお願いします。いったそして難しい、え、視聴者のメッセージ、あ、終わった終わった。視聴者へのあの今日の皆さんから、ゲストの皆さんから視聴者さん、視聴者へのメッセージ、はい、じゃあちょっと、はい、それぞれからいただくってことです。はい、じゃあ最後に、これで最後ですよ、これで最後ですよ。最後に番組をご覧いただいた視聴者の皆様に、こちらのゲストの方々から一言ずついただきたいと思います。それでは、さらぎあいりさんから
はい、お願いします、はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。初めて島ファミリーという枠ではない参加だったんですけれども、とても、ね、楽しい、初 MC とは思えないようなとても楽しい番組に参加できて嬉しかったです。本当にどうもありがとうございました。これからも木更木愛理よろしくお願いします。今日は桃色シネマのね、二人の仲の良さと木更木愛理と我々の仲の悪さが垣間見えた放送だとね、思いました。でね、まゆこさんが前のあの MC の女性の方はね、あのちょっと計算高かったまゆこさんはね、もうまっすぐな感じでね、あの新しいアルフェジアにね、参加できました。ありがとうございました。ありがとうございました。桃色シネマ、千代子さん、お願いします。本日初、アルフェジアご覧いただきまして ありがとうございます。キュートな MC の方に恵まれまして木更木愛理さん、そして新しく桃色シネマに島さんを迎えまして、とても楽しいひとときになりました。またこれからもご引きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてあゆきさん、お家ですよ。志麻さん、可愛いですよね、はいはい、今日は、本当にご覧いただいてありがとうございました、僕たちも初めて出たのでいろいろ緊張したんですけれども、まあ、それが、ね、あの面白く映っていればまあいいのかなと思います、はい、今日マリコさん、それから木更木愛理さん、志麻さん、あとスタッフの方々、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではいつものポーズでお別れということで、来週のゲスト、来週のゲストですね。あ、来週のゲスト、来週のゲストはモスリンさん、それからシャケンさんです。そして来週のMC は先ほども出演していただきました木山さやかちゃんです。おっと最後最後最後で秋山さやかちゃんです。はい、来週もぜひぜひ見てください。それではいつものポーズでお別れです。右手がもう、そして左手が輪っかで P を作っていただきまして、よろしいですかね。はい、ではこれをで、カメラに向かってクラブパルフェジアと言いながら手を前に出してください。よろしいですか。はい、はい、それでは行きます。今週もありがとうございました。来週もクラブパルフェジア、なのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう。オリジナルの笑顔ハンドメイドしてくれ、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔見つけよう、見つけよう、見つけよう。
見つけよう。